はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。いやはや、ここまで大掛かりな戦いになるとは想定外だった。連中がパルミラ軍に偽装していたことで商人たちも必要以上に混乱していたようだ。だが貴殿らに、こうやって見らんかったっけ。ああそうよね、ここからよね、ここからでしたよね。6人まで、とりあえずやる気マックスの人みんなやろうか。ローレンツ、ローレンツヘルマン・グロスタール、なんかね、指揮レベルでいいよね。指揮レベル上げよう。まあこんなものだろう、こんなものだろう、このできて当然さ僕だからね、誇るほどでもないさ。この明かれ、ま、よし B プラス、指揮レベル4。努力の甲斐があったな。リシティア・フォン・コーデリア、リシティアはグレモリーを目指すので、な、少々伸ばすか。指揮レベル、セスリン、進行、まだ進行を上げていこう、まだ、よし、間違えた。でマリアンヌちゃんはそうやね、馬かな、馬は課題で上がるから断り上げていくか。よしよし頑張れ、おい、すごく、よし、でアロイス初めてじゃない。アロイスね、どうしようかなって思うんですけどね。まあ結構ラファエルとポジションが被ってるからな。式開けとくか、式開けとくか、間違いないやろ。どうだ先生これさ、照れくさいものだな。アロイスも指導対象に入るん、なんかどうだ先生、複雑やね自分よりもかなり、うわめっちゃ優秀、すごいね。あえてあと残りの人たちはみんな1回だけか。ラファエル式、あと1人レオニーかな、レオニーの式。もうちょっとできると思ったんだけどな。いいよ、あーやっぱそうか、なんてくれなくてさ。レオニーはそっちか、そっちよね。まあね、でもなんか叱れないんですよねおお、しばらくこれでいっか。お、誰、フェリックス、おお、何がいいかいな、ハーブティー。おい、何の用だ。ね礼を言おう。それでも礼は言ってくれるっていう。え、でもクッキーの数少ないな。あっつ、あっつ、何だ、ああ、なんだその角度は。目指す兵種について、うん、やっぱりね。元気そうだ。そうか、元気じゃなかった。ああ、騎士団の噂。なるほど、なるほど。グッドか。しそうになったな。お前が呼ぶならまた来てもいい。意外と素直ですね。ちょっとお茶菓子の数が少ないけど。悪くない。
フレンがまだ D プラスか。まあ得意じゃないからしょうがないね。なるほど、こういうことか。魔物斬りあんまりいないよね。魔物斬り、魔物打ちがあるもんね。クロード、ちょっと目標変えようかな。は？フェリックス。誰かと思えば、なんだ、訓練でもしに来たのか。そうだ。そうか、ならば少し付き合え。一人で剣を振るだけでは物足りんと思っていたところだった。そりゃそうだ。お前となら退屈しないだろう。そういった相手はほんの一握りだ。切りがいのない相手と戦って得られるものなど何もないからな。いいだろう、望むところだ。お前の剣の腕、興味深いと思っていた。元騎士団長から教えを受け、傭兵としてフォドラ各地を転戦していたのだろう。おまけに英雄の遺産まで使いこなす。それも伝説にのみ語られる天帝の剣。これだけ切りがいのある相手はそうそういるものではない。まあね、俺はお前を設定マシマシやもんね。お前を超える。その技を盗み高みを目指す。なぜそうしてまで強くなりたい。理由か、考えたこともない。俺は筆よりも先に剣を手にして育ち、物心ついた頃にはすでに剣を振るっていた。無論どんな子供時代よ。それは俺だけではない。あの国に生まれれば皆そう育てられる。たとえ強力な紋章の力を持とうとも剣を振るえぬ者は戦で役に立たんからな。俺にとっては好ましい環境だった。くだらん道徳感を抜きにすればな。生きるため強くなる、強くなるために生きる、それだけだ。自分と似ている。ほう、少し興味が湧いたな。お前の剣だけでなく、お前という人間にも。さあ、くだらん問答はしまいだ。剣を抜け。お前が相手ならば全てを忘れて楽しめそうだ。これスカウトしない生徒でも支援会話はできるんだ。どうしよう。ちょっと準備します。はい。もう一回優勝を狙おう。ですね、うちのマリアンヌちゃんも。あれ、あら、上級試験パスって1回しかもらえないのかな。優勝賞品は。仕事で困ったことがあれば、あ、アロイスか。何でも私を頼ってくれ。10代の生徒たちを導く責任は重大であるからな。ははは。うまくやれるか心配だ。あ、満足してるそうです。よかったね。私がフレンか。いつもどなたか視線を感じますのよ。過保護な兄でしょう。そうやね、信仰が上がるからな。信仰が上がるからな。リシテアと、リシテアとフレン。こうやってみんな
なと歌うのも気分転換には悪くないですね。皆さんと一緒に歌うのってとっても楽しいんですのね。その割には少ない。よし、おいしい。誰が作ったのかな。後で褒めちぎっておかなくちゃ。おいしいものを食べると悩みも吹き飛びますよね。今日はなんかパンらしいです。よし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 。ベレトにね、魔法を覚えさせたいんですよね。何かしら黒魔法、ファイヤーでもいい。あ、おお、16歳かい。お呼びでしょうか。初めてよね、リシティアとお茶会するの。このお茶、私大好きなんです。あ、お砂糖あります。感謝します。感謝します。あ、でもリシティア、やる気マックスやったね、そういえば。え？え？あー、自分の秘密を教える。よし、教えてしまった。え？お、お菓子や、お菓子。よしよしよし。リシティアいけるかな。いつもありがとう。よっしゃ。努力しても報われないって人がいますけど、私は報われる努力しかしたくないです。応援する。考えを言うべきだったか。うっそー。この髪の色好きなんですか。面白い趣味ですね。なんかね、影の部分がね濃すぎてちょっと黒いんじゃない髪の毛って思う時があるね。全部真っ白ですよね、リシティア。私に何か気になることでも。この髪の色好きなんだ。もうどうでしょうね。え？おいしい？花、花、うん、花、花あげようか。スズラン。ありがとうございます。いいね。とっても美味しいお茶。うちの女子たちも結構。また招待してくださいね。いい子たちばっかりだからな。でもリシティアさ、エンジェルとかが強すぎて騎士団とか全く今まで一回も使ってないんじゃないかな。ねえ、ちょっと一旦切ります。というわけで課題の方に行こうかな。聖母の戦い。女神の啓示を受けるために一行は聖母へと向かう。ガルグマクの地下深く、限られた者しか知らないというその場所で、彼らは思いもよらない事実をまた目の当たりにする。真実か。思いもよらない真実。なんか地下にあるって言ってましたね、女神の啓示を受ける。聖母の戦い、白雲の章、エピソード11、深淵の玉座。聖母で女神の啓示を受けるね。どうもピンとこないんだがな。レア様も一緒に行くんでしょ。安全だって話だけど大丈夫。レア様を守らなきゃいけないんじゃないか。聖母がどんな場所か知らないけど警戒はしとくべきだろうね。もし何かあってもお出たちで何とかすりゃいいだけだ。そうだ。ねえ、先生はどう思う？レア様が来るの大丈夫かな？
なんだかんだ言って強そうやけんな、レア様。心強い。ちゃっかりレアさんを戦力に数えてやがる。さすがは先生。ちゃっかり。ずぶといね。ま、なんか起きたらそん時だ。そん時だ。臨機応変に立ち回る。大丈夫ね。絶対なんか起きるから。クロードは静かにしていたまえよ。君ほど。していたまえよ。知識が似合わぬ者はいないからな。聖母に入った途端にシンバスが下ったりはしないでしょうか。なんでよ。まったく。どうしてそういつも後ろ向きなんです、マリアンヌ。あら、フレン、何か考え事ですか。え、いえ、何でもありませんわ。しっかり見届けましょうね、皆さん。しかし、どうしたフレン、やっぱり腑に落ちないな。女神は先生の中にいたんだろう。啓示を受ける儀式なんてのは方便で、何か他の目的があるんじゃないのか。ま、あれこれ考えるだけ無駄か。答えはすぐにわかるはずだ。俺たちに危険はないだろうが。先生、気をつけろよ。え？みんなもついてくるよね。でもまあこっから戦闘マップっていうか。驚きましたか。あら、ここが聖母です。さっきの地下に降りるための仕掛け、あれは何の力で動いてたんだ。俺が一人見せてくれよ。さっぱり動かなかったってのに。どうやって来たのか知りたいやん。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。眷属復活しそう。お、我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。あら、この玉座に見覚えがありますか。あらあら、ありまくり。タイトル画面。本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。座った瞬間、お、座った、普通に座ったよ。どうです。何この絵。あと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。一体何をさせようとしているんだ。大司教殿、お悩みのところ恐縮ですが、どうやら招かれざる客人が来たようですよ。ほら来た。全員メトジェイ。動けば命はないぞ。メトジェイ。ここまでの案内。ノシトヒみたいな。聖母にあるものは帝国軍がすべていただく。あ、帝国軍。帝国軍。私たちが聖母に向かうと知っていて。後をつけたということ、ね、アドラステア帝国。あの嫌味っぽい人の隣に立ってるのってまさか。おい先生は。なるほど、最初から帝国とつながってたってわけだな。アドラステア帝国。けどなんであいつらはこんなところに。何が目的なんだ。墓荒らしの目的は一つだろう、遠征さんよ。あんたは聖母に眠るお宝を暴きに来た。察しは良いな、道化師。ここにある紋章石は全てもらい受ける。それを眠らせておいたところで薬どころか毒にさえならぬ。紋章石って魔物を動かすのに必要なんじゃないの。無礼な、神聖な墓所を踏み荒らした罪はその命をもってあがなってもらいます。口癖。主にあだなす逆とどもを滅ぼすのです。口癖。よし、主に抗う逆とどもを滅ぼします。今から資格試験合格。あ、なるほど、合格率。ビショップ、まあビショップ王禄、まあね、魔法職はね、おのずと技能レベル上がっ、ずっとそのそれしか上がんないから合格しやすいのかな、やっぱ。逆にウォーリアーとかは格闘術もいるんじゃなかったっけ。どうだったっけ。あら、あー、え、出撃9人。くそー、ちょっとクロード・フォン・リーガン入れたいよね。あ、クロード・フォン・リーガン入れよう。アロイスはごめんけど、副官、
あ、出撃マックスかこれで。あ、じゃあツリル、でもツリルもいるぞ、弓はいるぞ、弓は。でもうーん、まあまあまあしょうがない。じゃあベレトにアロイスで、ツリルはそうやね、バルビラ、ヒルダと一緒に行動し、なんで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 ヒルダダメなの。ヒルダとツリル結構仲いいんで、いいのに。弓コンビ、あ、お兄ちゃんと弟コンビで行くか。ああ、ラファエルについてってもらおう。ツリルはやっぱラファエルは兄貴キャラだからね、そのやっぱ弟とか妹をくっつけさせるのが似合うな。ああ、なるほどね、侵入負荷祭壇、え、椅子ちっちゃ、あ、なんかよく見るしょ。え、連携かもしれない。あ、なんかいる、あ、いますね、連携。仮面と重装に身を包んだ謎の存在、炎の中枯れ草を持つアブラステア帝国。あ、連携ってアブラステア帝国の人だったの。動くなこいつ、鋼の斧、鋼の高速はないに等しいけど、でもそんなに強くないな、攻撃はクソ高いけど。カリスマ、炎の達人、あ、でも距離を飛ばずに反撃してくれるんか、そうか。うーん、めんどくさい、一ターンで倒さないかんってことか。ちょっと敵を見ていこう、高速を見ていこう。そんなに高くないな、アサス盗賊、アサシンじゃないしな、盗賊やしな。そんなにヤバいやつは、メトジェイか、メトジェイがヤバいな。高速20な、でもあれはクロニアほどじゃない、メトジェイ、毒の剣。メトジェイヤバいな、ちょっとヤバいな。で、アイテム、アイテムでヤバい。魔物も2体だけと。そして、そういえばこのゲーム遠距離魔法とかないですね。メティオとかさ、サンダーストーンとかさ、あんまりないね。で、宝箱とかないのか、室内戦だけど宝箱とかない。紋章石を収められた敵将の敵が、ベルトまたクロードの配置。さあ、どうしようかね。まず斧、斧、剣、うん、誰の配置、あ、こいつか。剣、先生ここに待機させて、こいつら殺させたい。で、クロード・フォン・リーガン、弓を受けたい。で、右側、こっち側は、こっち側の斧か。どうしようかね、どうしようかね、どうしようかね。3、2距離、3距離から攻撃できるやつが、クロード・フォン・リーガンしかいないんだよね。まあ、しょうがないのか。どうしようか。舞台を分けるか。クロード・フォン・リーガン、ちょっと待って。この2人、ヒルタ、こっち。で、ラファエルと、こんな感じか、こんな感じよね。難しいな、意味がめんどくさいな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。